医療に対する正しい知識と情報をお伝えする番組、優しい医療ここだけの話。今回は認知症は身近な病気をテーマに先生にお話を伺います。この番組は伊勢赤十字病院の提供でお送りします。お話を伺うのは伊勢赤十字病院脳神経内科の内藤先生です。今回は認知症がテーマですが、認知症について詳しく教えてください。認知症と言いますと物忘れということが皆さん一番最初に頭に浮かぶかと思います。でも我々もそうなんですけども、60歳前後になってまいりますと、日常の日頃の生活において物忘れというのはもうどなたも感じることが多いと思いますね。ですから皆さんが感じているご自身の物忘れ自体がすなわちそれがすぐ認知症というわけではないんです。もう小さい頃から自然に培ってきたものがある年齢を境にだんだん失われていく、それからやはり病としてそういったものが起こってくること、それがまず認知症の一つの特徴になりますね。具体的な症状とは？そうですね、例えばしまい忘れですね。ご老人の場合、大切なものを大切な場所にしまうことが多いかと思いますが、ご自分がしまった場所を忘れてしまうということがあります。これは誰かが取っていったんだというような話と絡めてしまう場合があります。こういうところから物取られ妄想という話になってくることは、これは病気だと思います。単純な物忘れじゃなくて、その方がもうできていたことができなくなる、例えばご飯が食べられなく、服が着られなくなる、お風呂にうまく入れなくなる、そういったことが出てきますと、これは病気としての、病としての認知症を疑った方がいいと思います。実際にどのような検査を行われるんでしょうか？そうですね、簡易な質問紙を使ってですね、5分ぐらいで患者さんと問診ですね、やり取りをして点数をつけていく質問法がございます。それで、この人はどのぐらいの認知症があるなっていう大体の目安をつけることがあります。次にですね、それがなぜ起こっているかということ、脳の構造が壊れていないかということを調べる目的で脳の画像検査というのを行います。脳の形を写す CT とか MRI という検査がございます。皆さんの中で OK になったことあるかもしれません。次によくやるのが、今日この後ろにあります機械ですけども、脳の血流浸透という検査を行う場合があります。脳のどの部分が活性が下がっているかというところを比較的鋭敏に見つけることができます。で、その検査を使って認知症の分類ができる場合があります。治療となるとどうなんでしょう？大きく分けて脳の血液の流れが悪くなってくる血管性認知症というのがございます。その場合は脳の血液の流れを改善するような治療、もしくは脳卒中の予防ですね、そちらをすることによって進行の抑制とか改善が図れる場合があります。ただ残念ながらですね、今最も多いアルツハイマー病、それから次に多いレビー小体病という脳の変性に伴う病気、脳の変性というのは分かりやすく言いますと脳の老化なんですね。脳の老化っていうのはやはり年齢を重ねるごとに着実に進んでまいります。アルツハイマー病とかレビー小体病を止めるお薬は残念ながらありません。ただ失われた能力をできるだけ高めるようなお薬ですね、それは現在ございます。そういったお薬を、かかりつけの先生等にご相談されて使っていただくことによって、今残された能力を最大限に引き出すということは可能かと思います。はい、やはり症状に合った治療をするのが大切ということですね。そうですね、治りそうな病気が隠れている場合がございます。まずそれを見つけることですね。なぜ認知症になっているか、背景にどんな病気があるのかを見極めていただいて、それに合った適切な治療を受けになることが大切かと思います。先生、今回はありがとうございました。どういたしまして。